真帆？ママ帰ったよ。真帆どこ？え？真帆どこ行ってたの？あのね、これママが帰るまでお家にいてって約束したでしょ。だってもう心配させないで、小学生でしょ。ママだってえ約束したのに、私の誕生日。それはしょうがないじゃない。だから今日一緒に会いました。あ、ごめんね真帆。でもね、ちょっと就活をですね、うまく突破させるためには、シンプルに4つの笑顔が大事って言われてます。1つ目、面接官を楽しませる笑顔。2つ目、面接官を安心させる笑顔。3つ目、面接官に目力で訴える笑顔。4つ目、これが一番大事、面接官を感動させる笑顔。できましたか皆さん？全部大丈夫ですよ。順番にやっていったら何も怖くありません。一つ一つ解説していきますからね、ゆっくりやっていきましょう。もう就活なんてね、全部表情なんですよ、基本的にはね。何も難しいことありません。顔だけやっとけば。嘘つきの糸を聞いて、そして真実と向き合う勇気があるって信じたい。 I believe してて、うん大丈夫、ちゃんとやってるって。家のことも、家帰ってこなくていいから。いや、できてるって。してるって。